とんでもないビッグ芸能人がなんと常連やと。大久保唯一のテンポ型 MC 行ってみよう。なるんすね。バカだねおい。テンパーマ2号の大久保の動画でもさらっと触れた唯一あるテンポ型 MC に行ってみようやないかいと。おこれね、ただ行くんじゃなくて大きな深いわけがあって、このポコチャンネル D スプラッシュ師匠と実はパーマン2号先を越されたと。最近上がってましたね。やっぱね、さすがですわ。正直でもスプラッシュ師匠のねリポートが 65% 受付のジジイの話だった。どうしても気になってたから、スプラッシュ師匠パーマン2号が動画を分けてソーシャル対決。対決なんすね。こってりとペンタゴンしてくるから。ちなみに今日のところはいくらなんでしたっけ。30分6000円と。おお、安いっすね。これもほぼお値段。もうね、 D に言われてもの出るから、俺のせいやからね。ご情報2号ですよって言われてるから。言うじゃんっすね。まあ確かにね、結果ご情報やったんでね、どうもすいませんと。ということで今から真剣勝負して正確なレポをお届けしますと。渋いがなこれ、到着してこれ。おお、ああここっすね。思い出したやろ。行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫なわけないがな。すごいタイムトリップしたな。え、どういうことですか。建物の佇まい、品のある老人が指をついて待ってると。由緒ある老舗旅館に来たと。正座して待ってんの。座布団に。いらっしゃいませ。レジとかなくて、むちゃくちゃ年季の入った分厚い財布がレジや。そうなんですね。そして待合室に通されても座布団が6、7枚並んでんの。まあ5分ぐらいかな。紙コップにあったかいお茶が運ばれてきた。今まで味わったことない茶。あれ何茶か分かる人教えてください。廊下から聞こえた。30分くらい準備お願いします。はい、分かりましたみたいな。耳越しで、あ、この子が来んねんなって。階段で待ってたら美人。普通においビジンやんで、30分6000円の激安ヘルシーなのに真っ白。人形より白。人形にもよるがな。おそらく約40歳、女優の木村多江さん、そして常盤貴子。おお、めっちゃいいじゃないですか。狐顔、生まれが京都と。絵に描いたような超美人な。ただ肉付きに関してはむっちりです。肌ピカピカ。トークも軽快。トン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 喋ってきて、でも今回は30分だから喋りながらスル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 で、和気あいあいとしながら軽快なトークも楽しみつつ、すぐにシャワーに入る。トークに先端。ちなみにサイズの方は張りのある EF の間。おお、でもね、この時嬉しいって思ったのが、俺の大好きな A をしっかりくれてる。おお、これはこの後してくれるんかと。30分6000円で A してくれるのかと軽くお互いうがいをしつつ、もうすぐ出る。部屋もなんとピンクにライティングされてて、新しい空気が常に流れるような部屋。布団だけどすごく綺麗にムーディーになってる。へえ。スプラッシュ師匠患者と慌ただしく30分しかないしみたいな患者だと思うんだけど、むちゃくちゃ十分時間。結局は何をしてどうなってどう着地をして、その感覚の時間がどうか、シャワーの中で聞かれたの。今日は不気分とかやりたい気分とかどっちなんですかみたいな。俺は即座にどっちもと。いいですね。どっちかやないの、全部やから。もうまず俺は布団に立ってと指示されて、すごいスピードで 3D プリンターみたいな動き、バカたれな。肌きれい、顔きれい、美人になるとマウスの先端の感触もなんか気持ちいい。でそっから意外な指示が来て、四つになってと。四つになったらそれでぬるぬるしちゃうねと。この桃太郎にローウォーターつけて、後ろから膝つきのズリンズリンと。ズリンズリンしつつ背中もベロ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 みたいな。では舞の海。全身使って俺をビシビシってくる。なんやこのテクニックはと。相当気持ちええやんけど、四つの状態でローウォーターで一つでズリンズリン下げながら背中ベロベロからの、腕は下から来るの。いや待てよ、このままじゃいかんと。俺まだ出へんから、わずか30分コースやけど。うわー気持ちって言いながらも言った。俺も痛い。
りと。だから軽くローウォーターをさっと拭いて、いよいよしていきました。からのお待たせしました。お出ましたね。驚愕だったのがアンダーがピカピカ。そもそもノーヘア40代ぐらい以降でノーヘアしてるって、そんないないの。ここの湘南新宿ラインですこの湘南新宿ラインがとんでもなく綺麗、両サイドに何のシワも無駄な凹凸も何もないスカーンとしてる。すごい、綺麗やんと思って、これはもうペンタゴンの違いがあると夢中になってペンタゴンでも時間もない、タイマーを小刻みにセットしてあって4分とか5分とかそれを何回かに分けてセットするっていうパターンあんのよ。だからこれなったら何々とか、これなったら後半のシャワーとか一切気にせず、ペンタゴンで想像以上に腹筋も綺麗にむっちりだけども腹出てない、もうキャンキャン、あすごいすごい。3分30秒で9回到達してます。多いっすね。鬼ペンタからの騎馬戦オスマパンしながらもまた耳ドリルとか首とかしっかり、いやもうすぐかなってとこで、でも俺はこっそりえしてもらってますよ。ちょっと待って、ちょっと絶対もう時間ないぞ。もう十分に攻守交代しながら楽しんでて、ほんまはもうすでに43分ぐらい経ってもちゃうかみたいな、俺がもうちょいかもみたいな感じになった時にさっとパッチョに切り替えてくれて、ありがとうパパッチョ。おー来たんすね、最高やないかい。正真正銘のドービジュピン。おー、おめでとうございます。あらっ、いやこの店なんやけど、とんでもないビッグ芸能人がなんと常連やと。そうなんすね。なんと誰もが知ってるラブ3人中2人来てる。マジっすか。さらに江東区2時、おおビッグ YouTuber じゃないですか。そしてスモールパワー、みんな知ってますわ。こんなレジェンドたちも足しげくこの店に通ってると。だからあのサービスかと。おー、なるほど。山本さん、そこそお願いします。いやーね、今回ね、あの何を感謝するのかっていうと、スプラッシュ師匠、そしてディート、このお店俺の中で忘れとったから。いやー、やっぱ向こうのチャンネルすごいっすね。いやすごい、やっぱね、なんだかね、お見事なのよ。勉強しつつですね、師匠のリポートを見ながら俺もここは行ってみようと。行ってみたらめちゃくちゃええやないかい。師匠どんな人当たったんすかお前。今回はソーシャルリポート対決みたいな。最後感動したのが、遊んでまた降りてきました、またね CHU みたいな感じで、最初に俺旅館って言ってんけども、入り口で靴脱ぐので、そして出てきたよ。たらなんと靴を揃えて置いてあって、芯のあるおじいちゃんが正座して靴べら持って待ってんで、おもてなしがすごいですね。すごいな、知るねえよね。店の名前は駆け込み小屋みたいな控えめな名前なんだけれども、のれんをくぐって中に入ると希望を大きく超えるものを叶えてくれる由緒ある風旅館。